はい、皆さんこんにちは、さやです。今日はですね、100均の購入品ではないんですけれども、佐川急便でね、うちに届いたものがあります。これはですね、どうしても欲しくって、ちょっと主人にお願いしてね、買ってもらいました。何かというとですね、まず開けてみればね、多分中身は何かわかるんじゃないかなと思います。どうしてもですね、欲しくって、もうこれがあったら私は絶対楽になると思って、これをね、買ってもらいたかったんですよね。ちょっと一回。はい。はい、では行きますね。こんな感じで、おっとじゃん、プリネイルを買ってもらいました。ちょっと出しましょう。こちらになります。プリネイル、これですね、あの YouTube の方でもかなりね、あのご紹介されている商品かなと思います。ネイルがね、できますよというものになります。はい。中はこんな感じなんですけど、ちょっとね、開けてみたいと思います。ここからですね、デジタルネイルプリンターですね。で、これも何種類か種類はあるんですよね。いろんなメーカーさんが出されてるのがあるんですけれども、ちょっとね、見た感じこのプリネイルが一番簡単そうでした。ちょっとこの付属品もなんかなくさないようにしなきゃいけないですよね。あ、プリコート、これも入ってましたね。はい、よいしょ。はい、開けるとこんな感じになっていますね。こういう感じのものになります。ね、動画で見てる感じではもっと大きいイメージがあったんですけど、そこまで大きいわけではなかったですね。で、これに付属されていたのがこちらのコードと、あとはこれはインクですかね、インクと、あとはこれですね、プリコート、プリネイル専用のプリコートということで、これもね、付属されていました。あとはこの説明書ですね、保証書、こちらが一緒に入ってきました。で、ちょっと待ってくださいね、これ置いといて、こちらのもう一つの箱なんですけれども、こちらの箱にはこのプリコートあのね、これ入ってないと思って、これ別でね、買ってもらってたんですよね。でもまあ使うものなのでまあよしとします。先走ってね、買ってもらっちゃってましたね。はい。で、こちらを購入したのはですね、ヤフーショッピングの方で購入しました。シズショッピングサイト、ヤフー店ですね、購入したのがここなんですけれども、実際発送されているのがこのココネイルというところから発送されていましたね。はい、ではですね、セッティングしていこうかなと思います。ちょっとですね、じゃあセッティングに私もたついて時間かかりそうなので、セッティング終わるまでですね、ちょっと飛ばします。はい、今ですね、設定が終わりました。で、これに接続するアプリが、プリネイルの専用アプリがありまして、そちらをですね、ちょっと私これでね、自分の iPhone で撮影してるんですよ。で、
アプリを急遽主人の iPhone にインストールしてもらって、そっちでね、設定をしたんですけれども、こんな感じで、これ今ですね、ピンク系のネイルの種類ですね。これを出していて、で、どれにしようか迷ってたんですけれども、どれにしようかな。あんまり派手な、まあ基本的には派手かな。これ可愛いですかね。これをちょっとね、やってみようかなと思います。で、まずはですね、自分のこの爪、今ですね、ちょっとピンクマニキュア塗ってあるんですけれども、これの上に、このですね、プリネイル専用のプリコートというものを塗っていきます。これね、多分そんなに厚く塗らなくてもいいんだと思うんですけど、でもね、しっかりはみ出さないようにですね、塗っていこうかなと思いますね。やっていこうと思います。では、選んだネイルですね、こちらをタップして、デザイン、編集。で、爪を入れて、真ん中に来るようにですね、画面にね、こうやって出ます。で、真ん中に来るようにうまく爪を置いて、フィンガーホルダーを押し上げて、爪を水色のガイドに合わせ、左右の、右下の爪の撮影をして、中央に合わせ、難しいですね。こんな感じで、はい。これでちょっとプリント。どうかな。あ、これはですね、ちょっと半分のデザインでしたね。このね、次お花のね、デザインをやっていきたいと思います。はい。中央に爪を持ってきて、はい、どうかな。あ、すごいすごい。これすごくないですか ?10 秒で。すごいですよね。で、これを完全に乾かして、やるってことですよね。すごい。これね、ジェルネイルにも対応してるみたいなんですよ。なので、これはね、すごい使える。今まで、いろんな人のね、動画を見て、これ絶対欲しいんですけど、と思って、ちょっとね、主人にお願いしたんですよね。で、こんな感じで全部の指、片手をね、やっていこうと思います。はい、今ですね、とりあえず5本のね、指をやってみたんですけれども、これ本当にね、1本10秒。これね、すごく可愛い。で、サロンに行くと、
一回だいたい今決められた定額でやっても4000円とかから6000円で、高いとやっぱり7、8000円このデザインとかストーンとかによってはしちゃうんですよね、サロンだと。で、私も前サロンに通ったりとかもしたんですけど、ちょっと続けて行くっていうのがめんどくさくって、だんだん行かなくなって、結果自分でね、ジェルネイルのあれも全部主人に買ってもらって私全部買ってもらってるちょっとね、なんかだんだん申し訳なくなってきちゃった。これも、なんていうの、おもちゃではないので、結構ね、ガチなネイル、自分の家でできるネイルプリンターみたいな感じなので、そんなにね、お安いわけではないんですけど、サロンに、何回か通うっていうのを考えたら、全然これね、すごい素敵だと思います。で、よく乾いて、このはみ出したところは、綿棒にお水をつけたりとか、つけて、取ってあげると、また綺麗にね、取れるみたいです。で、今回はね、このお花のデザインにしてみたんですけれども、また動画でね、ちょこちょことネイルを変えたりとかするので、その度にね、ご紹介はしていこうかなっては思ってるんですが、いかがでしたでしょうか？フリーネイル。ちょっと私のね、説明が下手ですごく申し訳ないんですけど、なんかね、初期設定で戸惑ってしまったりとかするんですが、機械音痴の私でも自分でね、初期設定ができました。で、使う前に、仮印刷みたいなのをやったりとかっていうのも、全部、このアプリをダウンロードした時に、アプリの最初の画面に初期設定、をしますかとかっていうのが全部出てきてくれます。なのでスマホとこれがあればもうすぐに連動 Wi-Fi で連動をかけてできるような感じになってました。で、こんなね不器用な私でも結構簡単に設定ができたので、割とねそんな時間かかってなかったです。だいたい30分ぐらい、20分じゃ、印刷っていうか、プリントするのは本当に一指10秒とかなので、このね、アプリの、操作を覚えてしまったら、あとはすごい簡単だと思います。で、このベースの色とかも自分で好きなベースの色も選べるし、で、ジェルネイルにも対応してるっていうことだったので、こちらをね、今回購入してもらったんですけども、これは、あれですね。私のですね、チャンネル登録者数が1500人を突破したという記念のね、一台でございました。こちらですね。これはね、長く使っていこうと思います。はい。何か参考になったでしょうか？なんかもう自分でも笑うしかない。本当にこの説明下手くそでごめんなさい。いい商品なのにうまく伝えられない自分がすごくもどかしいような気がします。本当なんかごめんなさい。でもですね、この嬉しさと、登録者が1500人っていうのもすごく嬉しくて、もう舞い上がっちゃって、買ってもらったんですよね。はい。これからもですね、100円ショップの購入品であったりとか、あとはコメントでいただいておりました、バッグの紹介だとか、あとは、あれですね、先日公開したキャンドゥさんの購入品の、T シャツをこうしまうケースのしまっているところが見てみたいっていうのもあったので、そういうのをね、順番に、購入品動画の間にこう挟んでご紹介していこうかなと思っているので、これから少しずつですね、私のプライベートもさらけ出していこうかなと思っております。ぜひぜひ、楽しみにしていてください。だんだん私の素がね、出てくるかなとは思うんですけれども、あれちょっと、印象違うくないかいって思うこともあるかなと思うんですが、その辺はちょっとご理解していただいて、見ていただければなと思います。それでは、今日はですね、こちらの小泉さんのプリネイルのご紹介でした。
はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもですね、さやチャンネルのさやちゃんをどうぞ温かい目で見守っていただければなと思います。今日も楽しかったよって思ってくれた方は、高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いします。コメントの方もお待ちしてますので、ぜひぜひコメントも書いてってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。